初期のベルリーナ1982年シリーズにクーペス・パイダー・ベータはイタリアの自動車メーカーランチアが1972年から1984年まで製造・販売した乗用車である。ベータは1969年10月にランチアがフィアット参加に入って初の完全な新型車で全身の古ビ屋以来の前輪駆動は継承しつつも フィアット124.125と共通設計の DOHC エンジンと5速ギアボックスをジア交差式に横置きに搭載、フィアット128で実績のあるマクファーソンストラット式音輪独立サスペンションを持ち、従来の得意な設計思想から、以後ヨーロッパの小型乗用車の主流となる設計コンセプトへの転換が図られた。しかし、設計チームは、 全員旧ランチアから選抜されて編成され、フィアットとは異なる、乗り味の、よくバランスの取れたスポーティな上級小型車という、位置づけであった。ただし、この時期のイタリア車の宿命とも言えるサビとは無縁では、なく、特に、英国では、クレーム対策の失敗からメディアにも大きく取り上げられ、その後のランチア販売不振。 1990年代半ばの英国市場撤退。この結果、ランチアの右ハンドル仕様が生産されていないことの原因ともなった。ボディは当初は独特なロクライトファストバックスタイルのセダン一種であったが、1973年6月には自社デザインによる美しいクーペ、1974年にはカロッツェリアザガートが仮装するタルガトップ式のスパイダー、 1975年には、スポーツワゴンのハップが追加された。また、ミッドシップシャシーにピニンファリーナデザインのボディのに、シータースポーツカーモンテカルロも、派生車種として加わった。セダンは1980年になって、ノッチバックスタイルの、ベータトレビとなり、1979年から、復活した伝統的な縦のモチーフのフロントグリルと、まるで月のクレーターのような、 得意なデザインのダッシュボードに変更された。エンジンは当初 DOHC1600CC と 1800CC だったが、1976年にフルビアの最終モデルであった、クーペ 1.3S が消滅する際に廉価版の 1300CC が追加、同年のマイナーチェンジで上級の 2000CC が追加され、1981年には、 スーパーチャージャー付きの VX モデルも追加された。日本には1976年から、台北仕様の1800クーペが、6年ぶりのランチや、正規輸入再開の第一弾として、当時のアタケ産業系のロイヤルモータースから、アタケ産業破綻、ロイヤル廃業後は、元、オペル総代理店であった東方モーターズから、導入されたが、台北仕様の巨大なバンパーと、 ハイガス対策でわずか83馬力に落とされた、エンジン出力など、本国版の魅力は大幅に減じられていた。1980年代以降は、東方やその後を継いで代理店となった、ガレージイタリーアによって、少数輸入枠を用いて、クーペ1300、トレビ VX、モンテカルロ等が輸入された。クーペ1300は、 次期 4DOHC エンジンで 1366cc の排気量8.9の圧縮比に2バレルのウェーバーキャブを一機組み合わせることで最高出力 84PS5800rpm 最大トルク 11.3kgm3200rpm を発生させ 5MT と組み合わされた。 ベータクーペラリーグレーン4ラックラリー仕様ランピネン車 WRC での活躍としてはランチやストラトスを優勝に導くためのサポートカーとしてそれまでメインで走らせていたランチアフルビアと入れ替わる形でベータクーペを1974年によりグレーン4でエントリー1972年にマニュファクチャラーズチャンピオンを獲得しスポーツカー勢に対して 劣勢となっていた1973年、同グループで2位だったフィアットに対しても、マニファクチャラーズポイントで大きく水をあけられていたが、1974年、ラリーさんでもより、フルビアやポルシェ911を差し置いて、シェカー・メッタがクラス3に、総合4位につけると、ラリーチーム監督であるチェーザレ・レフよりを自身、ストラトスに D のエンジンを乗せようと考えるまで、 パワーユニットの候補に挙げていたほどの16バルブ仕様である DOHC エンジンの戦闘力の高さを見越した上での続くリドーコラリーではサンドロムナーリのストラトスと共にシモランピネイが1位2位を勝ち取っていくそこからランチアワークスは3年連続でマニファクチャラーズタイトルを総なめにしていくがこの頃のストラトスを勝利に導いた ベータクーペの功績は大きいと言える。その後1977年、フィアットが131アバルトを投入するまで画像を崩すことはなかった。しかし、ラリーシーンの変化は明らかとなっており、この後、ベータクーペは役割を終え、ベルナール・ダルニッシュら地元プライベーターのカル ストラトスオンリーによる限定されたラウンドでの参戦へと、スイッチ、ランチア自体の WRC での派遣復活は、ラリー037の登場する1982年まで、待つこととなる。80年代輸入車のすべてから未枠の、1000円輸入者の代行制時代、3A 処方、100ページ参照80年代輸入者の、すべてから魅惑の先鋭輸入車の大構成時代三鋭書房、1 0 0ページ参照8 0年代輸入車のすべてから魅惑の先鋭輸入車の大構成時代 三栄処房。ピアニッシモ、100。ISBN9 兆7847億7961万7232973ワールド。ラリーチャンピオンシップ4マニュファクチャラーズファイナル。クラシフィケーションラリーベース。NL2013 年4月4日閲覧。16ロギリサンレイモラリーベース。NL2013 年4月4日閲覧。 サードラリーリドーレイクスラリーベース。NL2013 年4月4日閲覧。ありがとうございます。